YouTube をご覧のあなたへ、この時間を使って副収入を稼いでみませんか。顔出し声出しカメラ全部いりません。簡単なのに月収100万円も可能です。説明欄を今すぐチェック。スーパーモデルのミランダ・カー33が交際1年になるスナップチャット CEO のエヴァン・スピーゲル氏26と婚約したことが分かった。カーは米国時間の20日インスタグラムでスピーゲル氏から贈られた豪華なダイヤモンドの婚約指輪のクローズアップ写真を公開。写真にはスピーゲル氏がカーの前でひざまずき、結婚してとプロポーズしているアバター絵文字が入っており、さらに可愛いハートとスマイルの絵文字付きでイエスと言ったわとメッセージしている。カーの広報は同日エーデイリーメール氏に2人は最高にハッピーですとコメント。内部関係者は米情報サイト E に、ミランダはエヴァンと婚約してとても興奮している、彼と結婚するのが待ち遠しい、結婚したらすぐに子供を作りたがっている、それこそ2人が望んでいることですと語っている。関係者によるとプロポーズはサプライズだったようで、彼はロマンチックな設定で非常に感動的な言葉でプロポーズしたと話している。2人は2014年にニューヨーク市内で開かれたルイ・ヴィトン主催のディナーパーティーで知り合い、昨年6月に交際をスタート。今年2月のグラミー賞受賞式のレッドカーペットで初めて一緒に公の場に姿を見せた。カーは2010年に結婚した俳優オーランド・ブルーム39との間に5歳の息子フリンを設けたが、2013年に離婚。スタンフォード大学在学中に携帯アプリスナップチャットを開発したスピーゲル氏の資産は21億ドル約2100億円と言われており、自力でのし上がった世界最年少のビリオネアの一人となっている。